寝てた方がおしゃれ。あやさん、平べったいお皿ってある？この餃子を取るやつ。これ取る。やっぱり切った方がいいらしいですよ。本当切った方がいい。みじん切り。餃子するのってあれで、これも片付けていいやつ。これも使ったやつ。県さんで昔港食堂、例えば食堂とか港食堂とか佐野屋の人がやってる旅館があって、そこであの名物だったので、ニンニクの人がやうちは何でもニンニク、うん、それはありますか？ありはします。ありはしますけど、なんか危なっかしい包丁で。なかなか上手ですな。昨日どうもありがとうございます。いい。これもう、あれよ。今度は動画で配信ですね。こんなね、それでいいです。で卵入れるやつ、卵の塩、ベガナのスペシャルは、何ものスペシャルって大きい、もうちょっと細かくっちゅうとなんか、いやそこはいいのよ。はい、なおちゃん初めての餃子作りでーす。こんなもんでよろしいですか？はい、みよしさんよろしいですか？こんなもんで。はい、いいですか？はい。長田さん、すごい。顔も映した。作ってるかもね、お家でね。長田ちゃん、すごい。作ったことない、初めて。待って待って待って、これまで入れて彩りを良くしてから。彩りを良くしてから移して。戦中でございます。ここにちょっと間に手を入れて、こうしてこう。ああ、上だけか。そうそう、上だけ。雨なの。はい、わかりました。名前書いたかね。あ、書いた。ここは三つまでいいよ。いや、なんてラーメンもやってくださっててもうできた？じゃあ、作りますね。
ドラ、プロ手前の田中さんの腕前を見ろ。ほら、あかん。なかなか上手ですな。あ、ここどうぞどうぞ。こっちはどうかな。こっちはなんかちょっと違うような感じなんだけど。あ、上手上手。今日の調子はいかがですか。バッチリです。あとは食べるだけ。はい、まずはお父さんから。はい、大工のようにうまくいきまへんか。うまくいきまへんわ。うまくいきまへん。なんか上だけを作ればいいみたいですよ。あれ？え？あ、そんなんもうあるわけ。身が少なかった。これから餃子を焼いていきます。で、3つありますから、3つでやってます。もう1つ？同じように。焼いてくださいね。よく油を焼いてからね。お湯半分ぐらい、それに浸かるちょっと。はいはい、いいですよ。あ、ちょっとあれか。多分火つけ、火を火にして。焼いて蒸し焼き。これ聞いてみる？今つけて、今並べてやれてたから。半分？あそこ火つけた方がいい。火は消してから。消してから入れた方がいい。お湯入れて。で、お湯入れて半分。こっちこっち。こっちこっち。ここはチャーハン作り。これ、液は後で言うの？一緒だよ、液は。大きく時はふわっとしてきたら、ご飯と液は一緒だよ。あ、なんか器に移してたらいいの？はい、入れてください。どこ？ 4 階に分けるんです。ネギは？ネギみんな入れるのか？ネギ入れるよ。入れるよ。まだネギ入れる。まだネギ入れる。だしは入れないの？もう足りないようにしよう。味付けはさ、醤油。これは先に作ればよかったんだ。醤油、あ、いいか。もういいな、男の味は。あ、これ、うまく作れんかったよ。段取りが悪い。うまく作れんかったら、おばさんだから。これ、あんたらのやっちゃん。これ、だしを作ったからだ。醤油、先輩醤油入れてください。醤油、何杯？少々だから大さじ1杯ぐらい入れるのに、5、2分だから。あ、いや、これ、卵は固まってしまった。胡椒は醤油大さじ1杯っていうのは2杯ぐらいでも。胡椒。なかなか手つきがよろしいな。胡椒も少々だね。適当にかけてください。よしよし。入れすぎ。入れすぎや。サラダ以外に。あ、いやー、残念だ、これ。たまった。これ、こぼさんたちにしてね。いいよ、いいよ。うまい、うまい。確かに、この辺。どうぞ、どうぞ。失敗するの、こぼさんにある。いて。お医者だったから間違いない。
これいいかい、これお湯沸味見してごらん、うん、塩コショウしてしましたしました、そういう入れておきます、じゃあもう味見てから、なんでこっちの方が早いわけ、水が少なかったテント箱に、あ、もういいよ、これぐらいでいいでしょ、うんうん、もうそしたら蓋を取って焼けばいい、焼き色をつけて、もうちょっとね、もうちょっとね、これしたら切って、こう見えるくらい、うんうん、ピンクの箱の周り入ってないかな、ストーブに寄せるのはあれや、うん、そんな感じ、そんな感じ、そしたらもうそこでグラス開いたらこれを、あ、そういうことね、ここバラしてください、出来上がりの餃子か、今にも食べたくて、ホイコーロ、でも5等分してや、5回に分けて作るから、5分の1入れてください、今入れるの、あ、もちろん5分の1や、どれくらい、どっか分けてここに入れた、あれっすね、おー、よっしゃ、先生いっぱい食べてる、ね、ほら、うまくなってきました、食べてきますから、ふた、ふたかっとったらあかんかな、すごい、これ入れ、入れてる、調味料これ 全部もう混ぜてるから、これも全部こぼし、これ、はい、入れてたんです、入れてる、これもほらもっとちょっとこのキャベツかなんかで拭いて、もうちょっとしんなりさせるかな、調味料を入れてしたらしんなりしてくれたら、うん、もう一回、うん、もう一回、はい、おー、混ぜてしてて、森さんに怒られたよ、混ぜてしてて、下熱は得意です、そうね、火が通ったね、なんか火が通らんから、まだあと3回とか、いや、男屋で、男屋でもハンバーグ、ハンバーグ、おー、すごい、食べてるんで、これあと2回もあるかな。
はい。はい。なんか変で出てるぐらいです。あ、それも覚えてる。もう一回もう。これはいいだろ。あとあとネギよ。もうちょっと炒め。ネギ入れる？ごま油。あ、聞いてきた。ネギ入れる？いや、もうちょっと。もうちょっと。もう入れたよ。それは最後の、最後の。よし、入れるよ。OK？はい。5人、はい、終わり。なかなかいい感じですな。ハンバーグじゃないですか。美味しそう。まだやね。いや。また。俺もこういうとこだったな。これも含めて。今まで、7年間ですか、頑張ってくれて、今日が終了式。